しかもさ、なんかレベル5の方がさ、あのカイラ様好きなんですよねって。知られてるみたいな。知られてたー。ちょっと恥ずかしかったね。あ、そう、あのね、前の案件廃止の時はあのコーネさんが好きだってお伺いしましたので、あのワカメスターとカイラ様入れておきましたって言ってくれてさ、あの裏話もしていい？おかゆとさ、コーデでさ、なんかそのどのパーティーで行くかみたいな話をしてるときにさ、もうホロメン入れないでさ、パーティー組んで行こうとしてたじゃんか。あ、これで行こう、これで行こうみたいな。じゃあこれも入れようか、コロさんが好きだから引きこもりも入れて、 あ、もうフルメンバー揃っちゃった。ちょっと待って、これで行くか。ちょっとおかゆ、これでしょうか。じゃあほら、わかめとかピコラとかもいるでなかった、ね、あ、コロさんもいるよ。待って、何、ちょっと待ってよ、わかめスター。これコロさんが大好きなさやつだ。ちょっと見て、これは入れるしかなくない？じゃあ、うん、このメンバーでいくか。ちょっと待って、これはない、このメンバーでいこう。なんのコラボやねん、これ。あれだ、妖怪ばっかやん。ちょっとお前ら3人いってよ。じゃあ3人ぐらいは入れようや。コロさんが好きなモンスターで固めたよ。そうしたらカエラさんも入れるじゃん。コロさんの大好きなさキャラクターがいっぱいいるじゃん。カエラさんも入れてくれる。あ、じゃあどうする？これさ、こんなみんな強いんじゃない？ここやめ。じゃあそれぜ、トリプル。トリプル。これでいく、このダメダメだって、おかゆ。そっか、どこおかゆですればいいんじゃねえの、そしたら。あ、ペコラでもいいけど、でもやっぱおかゆのね、本人いるからさ、これでいいんじゃねえの、じゃあ。いいの、本当に。行こっか、これで。本当に行っちゃうんですか？ダメ、ちょっと固めるぞ、じゃあ。そうだよね、だってワカメスターが入ってないもん。これで。待って、おかゆ。ということで、このメンバーで行きたいと思います。うわ、行っちゃうんだ、行っちゃうんだ。なわけあるかいな、ちょっと構成し直すぞ。待って、じゃあおかゆと、うん、こうほら、ボタンちゃんとかもいるからさ。わかった、ワタメとかコロさんの好きなキャラだけじゃダメか。そうなのよ、こんな感じでいいんじゃない。こうではさ、ほらダライヨン、ダライヨン。そう、これ配置するとさ、その時、若干冷や汗かいたって言ってた。マジで、あれ、おかころマジでこのパーティーで行くんかって、ちょっと冷や汗出たって言ってましたね。ちょっとね、ちょっとヒヤッとさせてしまった出来事でした。何の宣伝やねん、確かにそれな。面白かったね、でも。いや、でもね、あの最終的にはこう笑ってね、わあ、よかったよかったですよって言ってくれたからね。